皆さんこんにちは、 DK です。今日はですね、 GoPro 用の自撮り棒を持ってきました。これですね、 Amazon で購入したんですけど、 2.7 メートルまで最高伸びます。実際どんな感じになるか実際撮影していきたいと思います。ただいま撮影中です。今がですね、一番短くしたような状態です。紫川の横を通ってます。ちゃんと撮れてるかな。とっても田舎風景が気持ちいいですね。それでは、自撮り棒をもっと伸ばしたいと思います。2.7 メートルまで伸ばしました。映ってるか。はい、紫川を撮影中です。先ほどですね、そこの目の前にかなりでっかい鯉かながいました。おそらくですね、ここでガサガサしても何も取れないと思うんですよね。いや、なんか風情があっていいですね。こっちは大海原じゃないけど、川の大海原ですね。かなりいい雰囲気が続いてます。夏とかですね、ここでサップしたらいいんじゃないかなとか思いますね。駐車場の問題がありますけどね。ちょっとこの川底を見てみたいなという時、この自撮り棒が役に立ちそうですね。実際やってみます。それでは自撮り棒を伸ばしていきたいと思います。最大の 2.7 メートル。はい、どうでしたか。2.7 メートル伸びる自撮り棒、 GoPro 用、かなりいいですね。これからいろいろ活用できるかなと思ってます。それではまた。今からガサガサしようか。